はい、皆さんこんにちは。ネットビジネス界の目の上の単行部、ネット物販講師の黒沢です。今回はクリスマス商戦で特にアメリカアマゾン大盛り上がりの今だからこそ頭に入れておいていただきたい3つのことについて話をさせていただきます。今回の動画参考になった方、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。まず1点目、ハロウィン、感謝祭、クリスマス、10月、11月、12月の3ヶ月商戦の終盤に差し掛かりました。特にアメリカアマゾンはクリスマスの影響ものすごくありますので、普段よりも2倍3倍、場合によっては10倍ぐらい売れる商品もあります。ここがポイントなんですが、10月から12月までの3ヶ月商戦は普段よりも倍以上売れる時期です。逆を言えば、普段はこの時期の半分しか売れないということを頭に入れておいてください。クリスマスの時期にめちゃめちゃ売れたので、その感覚で買い付けを行ってしまうと在庫が溜まってしまい、在庫が溜まると在庫保管手数料並びにずっと在庫を保管していると長期保管手数料も別途取られてしまいますので、物販を展開する際の足かせになってしまいます。と同時に、クリスマスや年末が過ぎると普段の売れ行きにただ戻るだけにもかかわらず、クリスマスまでの売り上げと比べると当然半分ぐらいに落ち込むので、自分の商売がダメになったって悲観的に思う方が続出してしまうんですね。これがアマゾン物販だというふうに、そこは楽観的に捉えていただければ幸いです。2点目、中国の春節に間に合うように買い付けを行うためには、今年中、年が明ける前に買い付けの注文依頼を出す必要があります。1点目でお話しした通り、クリスマスを過ぎると普段の売れ行きにだんだんと戻ってきますので、悲観的になってしまうと、そこで肩を落として何もせずに寝正月を過ごしてしまうという方が多いのですが、それが物販を行う上でさらに良くない状況を誘発してしまいます。どういうことかというと、毎年中国の旧正月は旧暦ですから変わってきます。2023年は少し早くて1月22日が春節なのですが、春節の1週間並びに春節の前1週間、そして春節の1週間の次の1週間、合計最低でも3週間は物流がピタッと止まってしまうと考えてください。この物流が止まるというのは、当然アリババ業者も営業をしなくなりますし、工場も稼働しなくなります。さらに中国の物流自体が止まってしまうので、最悪荷物を空港まで運んだところで春節に入って、その荷物が空港で春節の後まで置き去りにされてしまうということが起こり得ます。よって春節の休みから逆算していつ買い付けていけばいいかを考える必要があるのですが、1月22日の1週間前は1月15日です。この時期からもう徐々に休業し始めるところが多いです。なぜならば、春節というのは田舎に帰って、場合によっては実家に預けている子供と唯一年に一回会えるタイミングなので、多くの中国国民が大移動を行いますから、早めに休みを取ることによって、その大渋滞に巻き込まれずに田舎に帰ることができるからなんですね。よって春節の1週間前から早めに春節に入るところがありますから、このタイミングでは完全に物流は渋滞しきっています。春節前にどうにか買い付けしようと考えているセラーさんのご依頼が代行会社にわーっと押し寄せますので、その点を勘案すると、さらに1週間前の1月8日には商品が発送しきっている状況が望ましいです。ということは、その1週間前には買い付けを行いたいところですが、2023年に関しては1月8日の1週間前は元旦です。やはり年末年始元旦というのは、中国は旧暦で動いているとはいえ、何かと動きが鈍くなりますので、さらに1週間余裕を持って1月1日の1週間前、12月25日、
なんとクリスマスの時までに買い付けを行っていないと最悪春節に間に合わないという状況になってしまいます。3点目、買い付けを行うためにどうするかもさらに逆算していく必要があります。クリスマスに買い付け依頼を行ったらすぐに発送できるというわけではありません。まずアリババ業者がすぐに発送しなかったり、確認してみたら在庫がなかったり、商品が代行会社に届いたものの不良品などがあって交換を行ったりしていたら、あれよあれよという間に時間が経ってしまうということと、商品を発送するためには我々セラーもやることがたくさんあるからです。逆算して考えていきましょう。まず商品を発送するためには梱包ラベルが必要になります。梱包ラベルを生成するためには代行会社で商品を段ボールに梱包して、その梱包した3ペンサイズと重さをもらう必要があります。代行会社で商品を梱包するためには我々が商品ラベルを送る必要があります。商品ラベルを送るためには Amazon 上で納品手続きを行う必要がありますし、納品手続きを行うためには Amazon 上で出品登録を行う必要があります。そして出品登録、商品登録を行うためには当然ぶっつけ本番で書くわけにはいきませんから、商品ページの下書きが必要になってくるということです。今回の話まとめます。アメリカアマゾンクリスマス商戦ものすごく売れるので、そのふわふわした高揚感のままいつの間にかクリスマスが過ぎて正月が過ぎてしまうと、あっという間に春節前の買い付けに間に合わなくなってしまいます。そこで春節から逆算していってで、クリスマス頃には買い付け依頼を出していく必要があるのですが、買い付け依頼を行ってからスムーズに発送まで進めるために、事前に買い付けする商品の出品登録や納品手続きまで行っておいた方が無難です。特にネット物販に慣れていない始めたばかりの方はやることが多くて大変ではあるものの、買い付けを行ってから焦って出品登録や納品手続きを行ったら様々なエラーが Amazon のセラーセントラル上で出てしまって、テクサポとのやり取りや講師への相談ごとなどでどんどん時間を食ってしまうことも十二分にあり得ます。出品登録や納品手続きもなるはやで、なんなら買い付け依頼を出す前ぐらいからどんどん進めていっていただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございます。